どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら。まず、フィギュアですね。550円の八神ライトのフィギュアです。はい、2つ目もこちら、550円のジェラスのフィギュアですね。ただね、死神とかはね、結構このシリーズクオリティが高いんですよね。はい、ミサミサがいますね。3つ目も550円のシドウのフィギュアです。はい、あ、でもここに書いてるね、シドウオリジナルフィギュア同梱って書いてる。こちらも550円のフィギュアなんですが、こちらね、死神大王オリジナルフィギュアって書いてるんですね。はい、なんとね、こちら死神大王がフィギュアになったりなってるんです。アップから出てるね、 DVD ですね。と110円のライオンバイスタンプですね。しかもデラックスです。2つ目も110円のカマキリバイスタンプですね。こちらもなんとデラックス、ただ電池は入ってないです。で最後も110円のサンダーゲイルバイスタンプ、えぐい。ただこれも電池は入ってないです。はい、いやこれでも110円はえぐいよね。はい、ではこちらの中古玩具、開けて状態確認、動作確認していきたいと思います。はい、ではまずはこちらのこのデスノートの1個500円のフィギュアからちょっと見ていくんですけど、まあこれはちょっと後で置いときますね。何のフィギュアかっていうと、まあここにね書いてるんでわかると思うんですけど、 DVD のセットみたいな、 DVD のおまけのやつみたいな感じ、この一般販売用のこのデスノートの DVD のまあ初回限定版のおまけみたいな、おまけでフィギュアがついてますよっていうやつなんですよ、これ。なんでこれおまけなんですよね、このフィギュア。そう、それを今回買ったって感じ。本来はこういう風に初回限定版でなんか店頭とかでこうやって並んでたんじゃないですかね。はい、デスノートね、今回そのフィギュアをまあ個別でね500円で買ったって感じなんですよね。はい、まあデスノートの DVD って全13巻かあるんですけど、これね多分全部にフィギュアついてるんじゃないかな、1巻以外ついてんのかな、わかんないけど、とりあえずね、まあ DVD1 個につき多分1体フィギュアがついてるはずなんですよね、初回限定版で。まあなので13体あるはずか、13体が12体あるはずなんですけどね。まあそれはさすがに全部集めないですけど、だいぶ前にリュークとレムのこのシリーズのフィギュア買ったりしてて、まあこれでね、でもようやく死神が5体揃ったんでよかったです。では1個ずつフィギュア見ていきましょうか。まずは八神ライトですね。これね、こっから見たらなんかそんなに似てないかなって思っちゃうんだけど、まあこっから見たらさ、すごく八神ライトじゃない、まだ。うん、まあしかもね、今回これ未開封っぽいんですよね、全部開けた痕跡がなくて、中の内側のね紙の部分とか見ても開けた痕跡がないんで、もうこのままちょっと見てみますね。まあやっぱり綺麗ですよね、中は結構、はい、しっかりデスノートのねノート持ってます。結構でもまあライトは結構いい方なんじゃないかな。他のねフィギュアね、高田清美とかね、三上てるとかいたんだけど、高田清美もひどかったかな、ちょっとそんなに似てるとは言えなかったわ。ミサミサもね、前髪がちょっとひどい感じがする。なんかちょっとね、あ、まあおまけのフィギュアなんでね、そんなにクオリティを求めちゃいけないのは分かってるんですけど、ミサミサはちょっと前髪ひどかったなって思った。うん、まあこんな感じですね、綺麗です。でもでこちらジェラスですね、ちゃんとねデスノート持ってますね。ミサミサを助けようとしてノートに名前を書いてるシーンですね、これ。ああって、あの震えながらね書いてるシーンあるんですよ。でまあこの後ね砂になって死ぬっていうやつなんですけど、いやーいいねこれ。これ死神はねめっちゃクオリティ高いんですよ、このシリーズ。そう、ちゃんとね台座もついております、全部いいね、飾れるってことだ。これね多分アニメとかね原作見てない方だとね知らない人が結構多いと思うんですけど、死神ですこれも。はい、ジェラスは一応映画版のデスノートでもね出てきたと思うんですけど、こんな感じですね。結構リアルだよね、やっぱ死神はクオリティ高いね。ちょっと苦手な方はちょっとすいませんね、あの怖いっていう人は。はい、ちょっとこれここのシーンだけ飛ばしてくださいじゃん。はい、ちゃんと書いてあります。で最後こちらのね小窓がないフィギュアなんですが、これはね死神大王が入ってるんですよね。しかもオリジナルなんですけど、13巻初回限定、これですね、デスノートの DVD 最終巻です。はい、これのセットについてるやつですね。これだけちょっと開けてみましょうか。これもうね開封済みだったんで
多分中見たんでしょうね。あの買った人か店員さんか分かんないけど。じゃあ開けます。こんな感じですね。おお、丸い、なんかスイカみたいな、んか、あ、台座ついてるか、これ台座ついてんのかな、ちょっと一回開けようか。開いてるしね、これ台座はついてるのかな。あ、台座ついてますね。中になんか入ってます、ちゃんと。はいはい、本当になんかボール型ですね。台座ちゃんとついてます、よかった。てっきり台座ついてないのかと思った。プチプチ腰で申し訳ないんですけど、こんな感じですね。骸骨の口の中にまた骸骨があるっていう感じの造形になってます。で、多分これエンドレスでしょうね。骸骨の口の中に骸骨があって、またその口の中に骸骨があるっていう、そういう感じの造形だと思います。説明書とかもね、ちゃんとついてます。原作もね、確か1巻から12巻あるんだけど、それでもね、確か出てなかったんだよね、死神大王って。ことその名前自体は出てたんだけど、その1巻から12巻の作中では描かれてなくて、その後に出た続編のなんか読み切りの漫画みたいなやつで死神大王とかがなんか出てましたね。ええー、と思って、あ、こんなんなんだみたいな。漫画ではなんかちゃんとなんか鎖に繋がれてるボールみたいになってましたね。あ、ちなみにね、アニメ版のデスノートのタイトルロゴはこんな感じです。はい、映画版はなんかあのすごい筆記体みたいな感じの時代になってたんですけど、アニメ版はね、こういうなんかね、しっかりとしたロゴになってますね。原作とかアニメ版でアラモニア・ジャスティン・ビョンドル・メイソンっていう死神がいたような気がする。あれが多分いっちゃん名前長いんじゃないかな。どうでもいいか。はい、では最後はこちらの3つのバイスタンプ見ていきましょう。まずはカマキリバイスタンプ、あと後ろにガイムのね造形もあって、結構マーブルもなんか全体的にあって綺麗ですね。おー、綺麗綺麗、これ結構綺麗だね。これ100円でこれは安い気がするな。ちゃんとデラックスなんで、ここにねリモコンの先っちょについてるやつみたいなのがあって、 QR コードもこっちにあってみたいなね。ただ表面のね、このカマキリの造形のね塗装の部分なんですけど、結構ね塗装が割れてたりとか塗装剥げしてる箇所っていうのが多くて、なんかこれ珍しくなんかバイスタンプで状態悪いなって思いましたね。バイスタンプの塗装って基本的に剥げてるやつ少ないからさ、あ、こんな感じになるんだって感じですね。逆に初めて見ました。逆にバイスタンプでこんなに傷だらけなのやつ、傷だらけのバイスタンプっていうの。電池も入れてるんでね、音鳴りますけど、ちゃんといけますね。はい、では次はこちらのライオンバイスタンプ見ていきましょう。これも結構マーブルがね全体的にねまんべんなくあって綺麗だと思います。はい、まあでもちょっと少なめかな、マーブルなんかあんまりない気がする。まあでも綺麗だね。うん、あ、カマキリ多い目見てないな。こんな感じです。はい、まあ綺麗ですね、どっちも。ライオンの造形がねあるこの塗装の部分なんですけど、あ、でもこれはちょっと綺麗かな。あ、でもちょっと汚いか、なんか傷があるね。まあ、ちょくちょく傷あって使用感ありですね。さっきのカマキリみたいに塗装剥げがジャンジャンしてある感じではないです。はい、でちゃんとこちらもデラックスなんで、押印のこちらのスタンプも押せますし、天面のボタンも押せます。最後はこちらのサンダーゲイルバイスタンプですね。見ていきましょう。頭のね、おでこの部分の塗装なんですけど、これがね、結構剥げちゃってますね。落としたりとかしてめっちゃ傷ついたんじゃないですかね。じゃないとこんな塗装剥げしないっすよ、バイスタンプって。いや、すごいね。でもまあ、ここだけなんでね、目立って汚い場所って言ったら。なんか他はまあまあまあって感じ、使用感ありですね。多い面もこんな感じですね。まあ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 、使用感あり綺麗ではないかな。まあでも全体的にまだそんなね目立って汚い場所って言ったら、本当さっきの正面の塗装の部分しかないんで、まあいいでしょう。プロペラの部分なんですけど、ここもそんなに汚くないというか、全然汚くないですね。そもそもこんなとこと塗装剥げしないからね。でボタンとの連動もバッチリですね。ちゃんと回ってます。でちゃんと押印のスイッチも押せると、 QR コードも剥がされずにちゃんとついております。ではね、このリバイスドライバーでね、この3つのバイスタンプ編集音の確認していきましょう。てかバイスタンプじゃないわ、バイスタンプもそうだけど、リバイスドライバー久々に遊ぶわ。
いいね、懐かしい。もう懐かしいだからね、この音が。で、今回はね、リミックスとか必殺音は省略します。はい、では次はライオンバイスタンプ。見ててください俺の雄たけび。いいね。ライオンもリミックスと必殺音は省略します。はい、では最後はこちらのサンダーゲイルバイスタンプの変身を聞いていきましょう。おー、いいね、ちゃんと回ってます。はい、この2種類の音ですね。ちゃんとここがさ、カラフルに LED 発光して回転するっていうね、めちゃくちゃいい。これが100円はマジ異常だわ。サンダーゲイルもね、もうあのリミックスとか必殺音は省略いたします。はい、今回紹介したのはこちらの中古玩具でした。では次の動画まで、さらばじゃ。